チ下がらないから蹴ってよ。蹴ってるだろ、足が届かないんだよ。短足デブ。和式トイレの使い方でわかるあなたの性格。綺麗好き、めんどくさがり屋。行きだな、この道をまっすぐですよ。ありがとうございます。4番かな。いや、腕を落としたようだね。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。ライバル同士だと。クックック。じゃあいいものは見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。正解だ。先生、ヤムちゃん残り一人で学級閉鎖になるという時、保健室に熱を測りに行っていた田中がまっすぐ先生のところに向かっていく。田中、バイトの名前が全員田中の上、田中 A がシフト B、 田中 B がシフト C、 田中 C がシフト A で、もうわけわからん。名字で書くな。田中のバーカってふざけてたら、その辺にいたのが全員田中だった。多いな。ガイドの田中さんに渡してください。田中に言えよ。徳山先生を殺したのは誰？容疑者21人の生徒、怪しい校長、不気味な副担任、陰鬱な古文教師、謎の用務員、犯人の田中。犯人出とる。1対2分の1たすルート5。田中んちのカルピスの薄め方が独特。濃いか薄いかわからん。あいつの名前がここまででかかってんだけどなっていう田中を検査したけど、大してでかかっていなかった。そこどこ？いつもおとなしい田中さんが急に始めた一発芸にみんなの緊張が走る。それだけはやめとけ。欠席した田中の家にプリントを届けに来たが、震えが止まらない。世界観。転校する田中くんへの寄せ書きが一人目でいっぱいになった。涙が止まらんな。あれ？おかしいな、弁当がね。田中のやつ弁当忘れたのか？おめえのちゃうんかい。のび太はきっと幸せになれるよ。余計な心配しないで、のびのびと育ってね。来世でな。じゃあな。よし、名前通り骨と代わりだったな。もう事件じゃ。くす、汚れったらのび太ついてるわよ。きったな。へえ、休館長買ったの？言葉を喋るのか。見りゃおいでよ。静かに、もうすぐ喋るから。スネオ、スネオ、素敵素敵、スネオ偉い。スネオさん、たけしさんのような気持ち。ああ、あと今度はチョキしか出せなくなった。まずそう。一緒に寝ない？左腕も切り落とすわよ。こわ。あなたは弱虫よ。先生に叱られたぐらいで。ガンガン怒られちゃった。明日はもっと汚い言葉で罵ってもらおう。それがいいだろう。いい性格しとるわ。排水口から抜けなくなった。何してんねん。3分待ってる間に気が変わった。いい笑顔。あなた、お帰りなさい。今日は早かったのね。おるで。ここ掘れっつってんのに、ジジイが掘らないから自分で掘ったが何も出なかった。埋めとけよ。おなるど。あとー。ここは夢と魔法の王国。みんなの願いが叶う場所。だけど全て有料だ。夢覚めるわ。お前今 USJ って言った？ああ、終わった。現場です。これ絶対やばいっすよ。支店です。一つを除き問題ありません。社長、大方順調です。ああね。大丈夫、妻には出張って言ってあるから。後ろおるで。聞いたよね。早めのパブロンのリズムでとんでもないことを言ってください。見たいよね、裸にエプロン。めっちゃ見たい。引きこもりの田中が少し心を開いてくれた。田中、芸大を受ける田中のマークシートすげえ。はよ解け。田中から借りた AV が序盤からヤバい匂いしかしない。やりますね。先輩、田中来ましたよ。こっちこっち。俺田中のことはこんな背丈だった頃から知ってんだよ。最近っすね。結構でかいな。修学旅行で俺寝相悪いんだよなと言ってた田中が、翌朝傘立ての中から見つかった。どうなっとね。次の電車は E233系、 重量編成、乗客452、運転手はベテランの田中さんか。はい、どかんかい。田中の強烈な感情で一瞬走馬灯が見えたが、どうやら過去にも同じのを食らってた。もう言っとるやん。田中？田中なのか？ああ、田中。え、田中？やっぱ田中なの？ああ、やっぱ田中。やっぱ田中？ああ、田中。どういう状況？富永さんがコピーを取っている間に、一枚の書類が突然消えた。そばにいたのは婚約者の樺沢さんと、書類を盗んだ田中さん。おい、犯人。たかしくんは1個70円のリンゴを4個と、1個20円のみかんを8個買おうとしていたら、お隣の田中さんの奥さんに、お使い、偉いわねと話しかけられました。この日のたかしくんの帰宅時間を答えなさい。ただし、田中さんのご主人は、週末まで出張中とする。週明けの朝！見て、僕の巨神兵。そんなんじゃ私のラピュタに届かないわよ。息子はあまり怒らせない方がいいぞ。カメラ止めろ。ダメです、マルコさん。そんな風に下を動かしたら、つまり行くでしょう。ここで行く。逃亡へ続く。続くか。何のシルエットかすぐに分かった人は注意。やあみんな、俺だ。求めましょう。求めなさい。求めよう。さっき求めたでしょ。おじいちゃん、自撮り棒が欲しいんだけど、ママが買ってくれないんだ。だったら僕が自撮り棒を作ってあげるよ。ちょ、逃げて。あれ、匂いが全然しない。味も感じないし、熱も出てきた。コロナや。スタイダー。帰れ。ズズうげ。もう一発だし。クロちゃん、今日から一人でお風呂に入りなさい。おいおっさん、それではリストラ対象者を発表したいと思います。ドゥルルルルルルドゥン。俺かーい。じゃあな。一人と数えたらいいですか？一票と数えたらいいですか？一人じゃ。昔の人、地震雷火事親父。現代版は地震雷マジマンジイエー。一緒に笑える奇跡、ありがとうと言える奇跡、共に喜びを分かち合う奇跡、
それでは聞いてください。グリーンで奇跡。明日今日より誰だ。わからんくなるわ。先生見えないんですけど。下から見ればわかる。もしかしてあんたがキラだったのかい。世界観。みんな顔を伏せろ。昨日職員室の窓ガラスを割ったやつは正直に手を挙げるんだ。よし全員手を下ろせ。全員かい。ねえドナルド教えてよ。 KFC って何の肉。汚い不衛生なチキンさ。後ろおるで。しれっと帰ってくるジョンがやられたか。まあいい、やつは我ら四天王の中でも最弱、うん、お前やな。我が社で開発した田中型佐藤です。佐藤です。おお、なんという田中感。結局どっち。ここは田中家です。田中家以外の立ち入りはご遠慮ください。山田。田中じゃないの。バッテリー残量が少なくなっています。ちなみに田中のはあと 20% です。なんでわかんねん。どうも田中です。くるぶしさん、朝だよ起きて。神よ、我がくるぶしに光るよ。やばい人や。解禁賞まであと3日の田中が交通事故にあったと聞いていたが今日も来た。不死身か。肉まんは形、大きさ、感触が乳房とよく似ている。職員室に呼び出され、そして伝説となった田中の自由研究。肉まんはおっぱい。水が顔につくのが嫌いな田中の泳ぎ方。どうなっとんねん。散々いじめてた田中が久々に投稿してきた。10人以上の土下座を初めて見た。えぐ。自由研究で店長を想像してみたが、仕上がりが気に入らないので叩き壊す職人気質の田中。神やん。先生がよく言うこと。はい注目。ここテストに出ます。そうだな、今日は11月1日だから11番の田中、この問題解いてみろ。1番と思わせといたら11番。あ、パンツの話。パンツ。入学してから一言も話したことない田中が口を開いた高3の夏。帰れ。名探偵コナン、異次元の死亡率 100% やからな。ジブリ作品とディズニー作品を混ぜてややこしくしてください。ホタルの笑うな。人手アンパンマン、方向性を見失って人手に姿を変えられてしまったアンパンマン。なぜに人手。お前は生き別れてない弟。生き別れてない兄さん。ただの兄弟。ジジョジョジジョジョジジョ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 ジジ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 ョジジョジョジジョジジジジジ。思い切ってクラスのマドンナに定規を借りようとしたが少し噛んだ。俺やん。えギリヒュ物見たと。飯はまだかと言っとるんじゃ。ジジそれや。シェリー、まさかこんなとこにいたとはな。私はフレです。どちらかといえばフェリーです。世界観。質問に答えろ。仲間になるのかならないのか。草くらいだ。大人には敬語を使え。大便召し上がれだろう。そういう意味ちゃうわ。こんにちは、アイト先生。あ、葵ちゃん、どうしたの？その…イエーイ！クーデン雑魔ロー！うるさ。なんか当たった！俺の足だよ。なせんねん。これで起きる事件が2倍だぜ。増えるな。俺がこの道を通すと思うか。怖っ。2回もひったくり成功した。いい笑顔。エラーなんかしやがったら命はないと思え。イエーイ。何やってんだバーロー。のび太が悪い。試合中ぼんやりするからだ。さっきはひどいこと言ってごめんね。おめえやったんかい。1年間同棲してた彼女に出て行かれてさ、辛くて悲しくてもう立ち直れないと思ってた。そんな時冷蔵庫を開けたら、おプリンいただきます。プリン強。童貞ちゃうわ。田中が新しいドレミの歌を作り始めた。どんな歌やねん。キャンプ場で遭遇したら嫌なものランキング。3位スズメバチ、2位クマ、1位誘わなかった田中くん。なんかごめん。便座ブロックがそれぞれの風に効いていく中、仮病がバレた右端の田中。どこ聞いとんねん。吉永さんのリコーダーの一部がなくなったから今から。おい田中、まだ終わってないぞ。おい田中、待って田中。やったな。クラス1真面目な田中くんの机の中から出るわ出るわ、なくなったはずの女子のリコーダーがこんなにも。どんだけ取っとんねん。どうやら賢い生き物みたいだね。壊れた田中が何か言ってる。壊れとるんかい。ダメだ、考えることを放棄してる。考えることが怖いんだ。センター試験スタート5秒で鉛筆を空中に放り投げる田中。なんで受けた。給食のカレーを鍋ごとこぼした田中への視線が冷たい。絶対切れとるやん。さっきまでトイレ行きたいと言ってた田中が新しいステージに入った。顔いっとるやん。やばい、先生が来た。みんな寝たふりしろ。に間に合わなかった田中。シャチホコ。ハッピーエンドに。転んで弁当を道路にぶちまけてしまった。しかし詰め直して田中くんにあげたら喜んで食べてくれた。よかったな田中。闇に隠れてしっこる。なしやねん。ドラえもんはなぜ青い。ちなみに静香さんの今日の下着履いてないわ。エクセレント。わーお。カーボン人になりてー。天才になりてー。さっき抱き合ってましたよね。チーズどうした。消費税アップ。てめえの給料減らしやがれクソ政治家どもが。そうだそうだ、おかしいな。どうしてくれるんだよ。ママに言いつけてやる。待ってくれ。どうすりゃいいんだ。ドラえもん来てくれ。こちらスネーク、大変なことになった。どういう状況。コーヒーカップから降りた田中の様子が絶望的。もう死にんやん。田中飲みすぎだよ。入ってしまったか。さっきからお腹が痛いと言っていた田中の顔色がおかしい。絶対漏れとる。トイレに行くことを先生に拒否されていた田中くんが急にスッキリした顔になった。満足しとるやん。航空券が買えず修学旅行に行けないはずだった田中が空港の荷物受け渡し場所のベルトコンベヤーから流れてきた。その体勢で。子供たちに見せたくない雑誌やビデオ DVD などを入れてください。絶倫の田中が夏休みの自由研究
機でとんでもない力作を作った天才やん。貧乏で白と黒の絵の具しかなかった田中の絵がまさかの優秀賞受賞。柴崎さんやん。今日学校休んだ田中にプリントを渡すよう頼まれたが超絶めんどくさくなってきた。えぐ。田中の家に行く途中、田中に走り幅跳びの記録を聞かれた理由がなんとなくわかった。届くか。先生を描くというお題でクラスの田中だけセンスがズバ抜けてる。深いな。この人参飼育員の田中さんだな。あの人が切ると舌触りが違うな。ベテランだからな、新人だとこの食感は出せんよ。何がちゃうねん。ホグワーツで一度も画面に映らなかったけどハリーと同期の鈴木、田中、山下。帰れ。ふざけんな。ゴムしなくていいよ。いいな。走るの楽しいか。紙持ってない。のぐそすな。あと1チュルスを取ればチョトボラスが叶う。自分を信じろ。行け。俺の桃のニュルストとペペ。全部わからん。盗んだバイクでクリスマス。返してこい。おや、16番は欠席か。じゃあ26番、森沢エリナにやってもらおう。嘘。カナダのクローネンバーグさんは医者、医学が得意で、なんだ、よしを指摘取らんのかね。うるせえんだよハゲ。残りの剣むしり取るの謝りなさい。はい、すいません。立場逆転。わかったか田中。田中は俺です。すまん小林。小林は俺です。そいつは竹下です。わかったか竹下。僕吉田です。誰がどれ。田中。吉田です。田中。木村です。田中だよね。薬師寺です。山田こっち。どこ。多すぎるわ。体育祭前日の運動の苦手な田中、山田、鈴木の3人の雨乞いが本気。あくまでそうやん。街を破壊するゴジラを自らのセクシーだけで止める田中。田中の遅刻の理由があまりにも嘘くさいのでみんなで見に来たら全部本当だった。ガチなんだ。グレーテル、釘だけは本物だ。このお菓子の家、釘だけは本物だ。食う前に気づけ。すぐにマグロを用意しろ。あと骨付き肉も。わあ、助けて。かわいい。はあ、はっはっは。立ち寄った。この年で立ち寄ったぞ。じさんやるな。クリームパンマン。アンパンマンの顔にクリームを入れて作られた。アンパンマンほど甘くない。バイバイキン。返すかよ。怖。お兄ちゃん大好き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 。カメラ止めて。ハリーポッターのヒロインは誰。8765432100。